はい、皆さんこんにちは。一級建築士の鶴見哲也です。皆さん LDK ってなんかどういう風に考えてます？リビングでどうやってくつろごうかな、どうやったらゆったりできるかなって結構皆さん課題だと思うんですよね。なんでこのお家のちょっと LDK の工夫、ゆったり過ごす場所の工夫についてちょっとお説明したいなと思うんですけども、まずですね、注目すべきは階段下の造作のソファーなんですよ。で、一般的に皆さんこうソファーって、まあ、家具屋さん行って買うよ、まあ、もちろんここにも素敵な家具たくさん置いてありますけども、そういったイメージだと思うんですね。階段下よく収納スペースにしがちなんですけども、意外と人って広いところもあればちょっと窮屈に感じるようなところもあるとギャップで結構落ち着いたりするんですよね、まあ、なので例えばこことかで、まあ、ゆっくりこう座って、まあ、僕だったら多分ここで本こうやって体育座りしながら読んだり、疲れたらこのまま寝ちゃったりとか、まあそういう過ごし方するんですけど、これなんかやっぱいやらしくないんですよね。しかもこの視線の先には、まあ、広々としたお庭があって、このお家ワンちゃんを飼ってるらしいんですけども、犬がそこでドッグランみたいにはしゃぎながらその姿をこう遠目に見ながらこうゆったりできるので、視線は広く抜けるけど適度な圧迫感があるから落ち着きやすいんですね。なんでこういった利用方法って、まあ、非常にこう過ごしやすさ快適さにおいては充実させるポイントだと思うんですよ。さらに LDK っていうのは、まあ、もちろん家族のためのスペースだと思うんですけども、時にお客さんを呼ぶからお家の中ではいわゆるパブリックスペースなんですよね。で、ここからよりプライベート、まあ、プライバシーを重視しながら家族だけのリラックスしたりとか集中したりできる場所っていうのをこう2階に作ってるみたいなんで、ちょっと2階行ってみましょう。さてさて、ついてきてくださいね。こういう風にスケルトンのおしゃれな階段を登っていくわけですけども、すごくないですかこれ。すっごいいい景色なんですよ。で、そこに家族4人らしいんですけども、一人一人が座れてるようなカウンターを準備してます。で、こう景色がいいから、あ、ここでちょっと朝ごはん食べたいなって僕だったら思いますし、あとはちょっと勉強しようとか仕事しようってなっても、もうここに腰掛けてもうこうやってカタカタカタという風に仕事したり、こうやってカキカキカキで勉強したりとかもできますし、適度な位置にコンセントがあるので電源もまあ取りやすくなっているという感じになっています。で、さらにこのカウンターだけあっても勉強とかの道具とかパソコンとかどこに置こうしまおうっていう風になるので、こっち見ると可動棚がついてるんですね。ここに家族共有のものを収納したりとか、まあ、もしかしたら家族で一緒に読める小説とかね、こういうところに置いても良さそうですよね。で、さらにここから奥に行くと寝室、子供部屋があるので、要はパブリックな場所と一番プライベートな寝室っていうのをこの中間領域で家族だけが憩える空間っていう風になっていて、また景色が綺麗で気持ちいいんですよ。なんで僕だったらもうもしかしたら一日中ここにいちゃうかもしれないですね。っていう風にやっぱり気持ちいい景色を取り込むとか、どこまでお客さん呼んでどこまで家族だけのスペースにしようっていう考え方も結構参考になる事例だと思うので、皆さんの家作りにもこういった考えのメソッドっていうのを取り入れていただければなと思います。